相次ぐ教職員の不祥事を受け、県内の一部の学校では独自にコンプライアンス研修を行い、教職員の不祥事根絶へ向け活動しています。その研修現場を取材しました。4月以降、これまでに県教委の管内では教諭が強制わいせつの疑いで逮捕されたり、セクハラ行為を行ったなどとして4人の教職員が懲戒処分を受ける不祥事が相次ぎました。この事態を受け、先月県教委は公立高校の校長らを対象に臨時校長会を開き、不祥事根絶に向け体罰や不適切な言動に焦点を当てたガイドラインを来年3月までに策定すると発表しました。県教委の臨時校長会を受け、学校独自でコンプライアンス研修を行う学校も。今年度創立120年を迎えた藤枝北高校、この日は教職員に対し不祥事を人事としないことや体罰や不適切な言動の根絶に向けた取り組みについてグループディスカッションを行いました。処分案件が多くということで、処分4件、年度当初ありました。本校の独自で、いわゆるその、コンプライアンス研修というようなエッセンスが入りながらも、藤枝北高校生の満足度を高めるにはというような、話に表題を持っていって、それを、皆さんでですね、話し合ったり、自分の考えを、話をして説明したり、それで新しい気づきがあればいいかなというふうに考えております。研修ではおよそ50人の教職員が3人で1グループとなり、生徒への関わり方や他校で実際に起きた不適切な指導例などが書かれた資料をもとに互いの意見を話し合いました。昨今不適切な指導事例としては怒鳴るであるとか、あとは生徒の言い分を聞かずにこちらが一方的に伝えてしまうとか、みんながいる場面で叱責してしまうとか、さまざまな不適切な指導の例もあるんですけれども、そういったものはやっぱり根底を見ていくと、どうしても個人個人の指導任せになってしまって、こういった重要な指針が組織として共有化されていないというのが非常に根底にあると思いますので、言い合いが自由にできる雰囲気が必要っていうかね、チームワークを生かせる職業が必要ということで、そうなっていけばお互いに何ていうかやっていく中で誰かがやってることに不満とかいうこともなく、全体としてこう考えた中でやっていけることになるので、特定な人が大きな声で自分のこう価値観を押し付けて進めていくとかじゃなくて、やっぱりみんなで考えてやったことみたいになれば、当然そういうハラスメント的なことも起きなくなるじゃないかと、相互理解ができれば。この日の研修はおよそ35分でしたが、教職員同士本音で意見を言い合っていました。参加した教師は、不祥事のニュースっていうのは僕らでも聞こえてはくるんですけれども、ただ個人的にこういう思っているのが、自分は大丈夫だろうとか、自分だけはそういうことは無縁だろうっていうふうに思っちゃうと危ないなっていうふうに思っていて、で、そういうのをコンプライアンスの研修することによって、ちょっと緩んだ気持ちをクッと引き戻すにはすごくいい時間になってるかなっていうふうに思います。今回の研修を実施して海瀬校長は、非常に積極的に取り組んでくれているなというのがまず率直な感想です。みんな共通のテーマで自分の今までの経験だとか、そういったものを汲み取りながらこう話すというようなところっていうのは、多分あまり今までなかったんじゃないかなというふうに思います。各学校が不祥事を根絶しようと努力している中、先週にも浜松市で男性教諭が生徒に不適切な行為をしたとして懲戒免職となるなど、教職員への風当たりはより一層強くなっています。不祥事根絶に向け、今教育現場では正念場を迎えています。